くよろしくね。550ってどんだけ時間かかんのさ。目だ、ほら目、吸血鬼の目だ。何それ。ふざけてる。こんなカラフルなやつらに追いかけられてかわいそうに。久しぶりのアークモバイルで久々に入りましたね。これ大王丼じゃない？ここに歩いてるの野良大王丼だよね。めちゃめちゃレベル高かったよ。なんで？ほらおかしくない？おかしいよね。14,040 っていうこの野良大王丼、これも15,840。おーほら限界ギリギリじゃない550、ちょっとテイムしてみる。この550の野良大王丼普通にテイムするのは無理やから、ちょっとコンソールを使わさせてもらって、殺さない程度に行くよ。これは絶対テイムできるはず。わな、野生ならね。あ、襲われてる、もしかして。でも不死身だから大丈夫。襲ってきてる。わ、え、仲間意識。さらに仲間がバフついた。多分回復してるんだわ。おし、寝た。あ、寝た。こっちもすごいな、もう この子たちめっちゃ矢刺さってんねんけど、寝へんねんけど。さすが550。おし、寝た寝た寝た。すっごい刺さってる。あ、なんか違うのも火星しに来た。よし、寝た。うわぁ、550ってどんだけ時間かかんのさ。ねえ、ちょっとやってみる。レベルいけなくない？獲得ってあるで。え、ほらなんかお肉マーク出たよ。ほら獲得って、ね、寝かしたけど、これ人のやつだわ。いや、だって野良大おどんなんて聞いたことないもんな。一応獲得したな、お肉食べてる食べてる食べてる。どういうこと？どういうこと？食料値だって27,000あるんだよ。マジで肉追いつかへんよ。大王丼のサドルあるわ。なんで？何かでもらえてるみたい。まあ、とりあえず野良大王丼を3匹ゲットってこと？これ誰の？誰だろう。ボンレヌって書いてある。ボンレヌの拠点やん。感想文化賞でもしようと思ったんかな。ほんとやな。あ、起き上がってる。やっぱり僕らのものになってるわ。あ、なってんだ。なんかじゃあサドルつけてみるわ。手渡してよみたいなお肉マーク出てるね、ちょっと。ほら、サドルついたよ。乗ってみるわ。お肉、お肉が足りてないわ。全然お肉が足りてない。早っ、お肉じゃ取りに行こう。トリックはトリート、うん、人間のうんちが当たったよ。うんちの絵とキャンディの絵。じゃあ、うんちとキャンディどっちかがもらえるってこと？押してみて。あ、キャンディー。僕うんちやったで。いや、今日はね、これが目的じゃなくて、アクセサリーで吸血鬼の、なんて呼んだらいいの、これマガンって呼んだらいいの。本当だね、これ欲しいね。で、でもこっちの方にもほらキャットマスクとかドッグマスクって売ってるやろ。あ、その下にも魔女の帽子。でも100個やで、これすごい高い。なんでこんな急に高いの。線香花火、これ武器につけるやつじゃない。じゃあ僕はこの吸血鬼のマスク買うわ。すごい、ほらインパクト。何何買ったよ。グラフ。何インパクトって。おぉ、モンスターが、これ何、それなんかメイクじゃない、特殊メイクみたいに。これもちょっと買ってみようか。カラーボムって書いてるね。あー、でもいらんわこれ。冷静に考えたらいらんわ。とりあえずかぶり物買ったんだろ。今買った、かぶり物、かぶり物かぶってみよう。わかった、目だ、目だ、ほら目、吸血鬼の目だ。目が光ってる。ほら目光ってるやろ。テックのブループリントバンドルを買おうと思ってんけど、でもよく考えたらこれダンジョン行けば取れるよね。ただこっちのレックスのテックサドル、これは本当に欲しい。レックスのテックサドル、メガロドンとか、モササウルスとかタペアラのサドルはもう持ってるから。こっちにやられた。え、ほんま？大丈夫？ほんまや。ハチもありに来ていても。この60個のスペシャルアイテム、ちょっと一回これを一個買ってみよう。メールが届いた。じゃあ開けるよ。ポン。あ、いまだにそんなことやってんの。じゃあこっちの方のスペシャルアイテム買おうかな。無駄遣いしまくりやしな。よし、届いた。使うよ。と。至高のライオットレギンスが当たった。これを世に言う爆死っていうやつですね。じゃあ私キャットマスクつけてみよう。何それ。ふざけてる。これ買ってみよう。ナイスフランクギフト。どうやってやんだ？僕のポストの中に入れたらいいから。ほら、トライブしてる来てる。なんだ？うんこ？うんこの効果があるぞ。じゃあまだもうちょっとあるから、もう全部使う気や。次込むね。よし、帰るぞ。
これ買うわ、散財してやったぞ。でどうするんだこれ、これでどうだ、レインボーになった、なってる、服脱ぐわ、どう、気持ち悪い、意味が分かった、しかも目までご丁寧に光ってるわ、すごいX 面みたいになってる、仲間、仲間仲間どうぞよろしく、仲間どうぞよろしく体にペンキ塗りたくられるってバイトしたからな、いけるやろ、二人で倒そう、うん、お腹減ってるしな、うん、30、うわ強30やの強でしょ、こんなカラフルなやつらに追いかけられてかわいそうに、ハロウィンということで、うん、仮装してみました、仮装っていうのかな、ボディーペイントしてみましたそして誰のかわからない大王道にいただきました、ゲームっていうのかな、いただいたのね、はい。